自由民主党石川博ですえ万博開幕まであと438日となりまして 海外に向けた万博 PR もしっかりとして、お客様を迎え入れる体制を取っていかなければいけないと、また日本国内においても、全国に広めていかなければいけないと思うところですけれども、あの先日です、ね、土曜日までの日程で、杉村幸太郎議員を団長とします海外視察団で、マニラ、フィリピンと、それからベトナムへと訪問。 視察に行ってまいりました。 でですねあのよその都市にまあ今回、海外でしたけれどもよその都市に行く際にですね、例えば、夏にはあの行政視察で委員会からの視察で東京方面に私は行ったんですけれどもまあその際に大阪から来ましたということで受け入れ先の自治体にえ手土産をまあ渡すようなことがまあ,あろうかと思うんですけれどもまあその場面にですね、ちょっとおどんなものが入っているのかなって以前まあ覗いたときにえまあ万博がありますっていうビラを渡している様子がありましてあちょっともうちょっと何かもんないのかなと。 っていうのがそこの市民さんに向けて見てもらえるような目に留まるような PR グッズないのかなというのをちょっと,ょっと引っかかってるところがありましてまあ今回海外視察行くにあたりえやっぱりですね何がいいかっていうのは脈々のぬいぐるみまあこれを置いて他にはないだろうという僕の中での思いがありましてえ実はですねまあえ市会議員の大阪市会の中だけではなくてまあ自民党としてですねえよその都道府県との の議員間の交流がある中でも、まあ、あるいはよその市町、えー、都道府県の国会議員の事務所を訪問する際に、まあ、僕も個人的に手土産で、えー、今度大阪で2025年、大阪・関西万博ありますので、ぜひ大阪来てくださいねっていう、そのあ拶さがてら手土産として、ミャクミャクのぬいぐるみをあれば持っていくというようにまあしていたんですけれども、まあ、ところがです、ね、このミャクミャクのぬいぐるみというのがなかなか買いづらい、まあ、買いづらいというのはお店にまあ今、並んでいる状態にはあるんですけれども、お,まあ、お一人様3個までとかっていうことで、個数制限 があってえまあたくさん買い込んで、今度、どこどこ県の議員と20人で会合するから、20個買ってこようと思っても、なかなかちょっとそうはいかずですね、大丸、梅田、あるいはアベノのハルカスにえ行った際に時間があれば、ちょっとずつ、3個ずつ買うって、手元に即置いておくというような感じでおりましたでまあ今回の,あの視察につきましては、ですねえ大阪市会議員団として、杉村団長の元大山、市会事務局の大山係長と佐藤係長、非常に、あの、 とても素晴らしいスケジュールを組んでくださいまして15箇所は回ったかと思うんですけれども、まあ、その中でですね世界最先端の取り組みですとかあるいはいまだに解決しないような苦しい生活の場面ですとかたくさん見て回りまして大変勉強になりましたでそのトップにですね訪問させていただきましたのがフィリピンのマニラのクラ,ラクーナ市長のところへの表敬訪問というところでありましてで、えー、まあ 手土産どんなんがあるのということで事務局に前日に確認しましたらーボールペンとピンバッジを持ってきてると、まあ、あとそれ以外に万博以外のものとして日本らしいものとして扇数、まあ、なども用意されてたということなんですけれどもまあやっぱりちょっと脈々のぬいぐるみとか今度大阪で万博があるからと今ならではのものがあった方が絵になるんじゃないかなということで、えー、ストックとして、えー、S サイズのいつも僕がぶら下げてるここでぶら下げてる S サイズのぬいぐるみと今日はちょっとない ですけれども。 それからさらに小さなキーホルダー2個がストックとしてあったので、まあ、いつも持ってぶら下げている S サイズは僕がぶら下げてで新しい使っていないストックの S サイズ1つとキーホルダー2つを今回向こうで使えるようにと持っていって、まあ、ちょうどよかったということで、えー、事務局にも話しましてぜひともマニラ市長に対してですねマニラ市長はあの毎週月曜日の朝に行われる国旗掲揚式というところにご一緒させていただいての表敬訪問ということでしたので杉村団長の方からこれ渡してもらうようにということ これあのフィリピンの DTI、えー、経済産業省にあたるものだそうですけれどもその Facebook で,です、ねえー、その表敬訪問の様子を取り上げてくださってまして。<coughs> 1>, <laughs> あの1枚目はまあただ並んでるだけの写真なんですけど2枚目にみやクみやクのぬいぐるみを市長が持って笑顔の様子の写真を大きく取り上げていただきました、まあ、よかったなと、まあ、僕,の写真僕の顔はちょっと後ろ半分隠れてるんですけど <laughs> まああの杉村団長とラクーナ市長の素敵な写真があって来年、えー、再来年か来年ですね来年、はい、関西で大阪で万博があるよっていうのをまあ PR できたかなというようになりまして、まあ、よかったと思うところなんですけれども。 そこでですね、あのちょっと確認したいんですけれども、まあ、あの直近では昨年10月に横山市長がメルボルン市を訪問したということなんですけれども、その時にはね、こういう絵になるような、今度大阪で関西万博あるよ、大阪来てねっていうようなあぬいぐるみを持っていったのか、あるいは持って行っていないのかと。 いいうところを確認ささせてくださいであの誤解のないようにあのボールペンもなかなかいくつなんですよ、あのこうやって、ね、相手にさせてもらったら、あ大阪エキスポ2025ということで見えるようにと、ただ、こういうのはね相手先にまあ100個ぐらい束で渡して市役所の皆さんで使うてくださいというようなもので、まあ、市長にこう渡して写真に,に収まるようなものではなくても、やっぱりせっかくミヤクミヤクというキャラクターがいるんだから、まあぜひぬいぐるみを活用してほしいなというところなんですけれども。辻元推進課長海外の方にも日常テク 的に使っていただけるようなグッズとしまして現地で配布するペンエコバッグメモ帳 付箋クリアファイルなどのほか、予算との関係も考慮しながら、表敬訪問の際にお渡しする脈々のぬいぐるみを持参しておりますあのさりげなく、脈々のぬ,るぬいぐるみを持参しているという答弁、いただきましたけれども、実はこれを引き出すのに、昨日2時間ほどのやり取りをしてました、ぜひともぬいぐるみを持っていくように、メニューに入れてくれんかと、持ってったらええやんと、まあ、たかだか数千、まあ、それもあの無駄遣いはできませんけれども、数千円の話で、何百 100億円とかっていうお金をかけてる中で、PR に使う数千円のぬいぐるみで、けちるところじゃないでしょうっていう話をしてたんですけれども、こういうボールペンなどのグッズもあるしと、費用対効果考えて、ぬいぐるみは難しいですっていうやり取りを推進課としてたんです、ところが昨日の夜10時過ぎぐらいに電話いただきまして。 いや実はメルボルンの時には市長はぬいぐるみを持っていってたことが分かりましたとなや市長は持っていくぬいぐるみがあるけれども杉村団長にはぬいぐるみ持たせてあかんのかとまさかそんなことはないと思いますせっかくよそとの交流の機会で万博 PR する絶好の機会ですから、まあ、その辺ちゃんと持っていけるように最初からしといてよというところではあるんですが、まあ、そこは役所の縦割り的なところもありまして、えー、市長の時に脈々を用意したのは万博推進局の中の議店 の方ででああったとということでありまして局長これ知ってましたか、ね、あの局内でちゃんとこういうのを PR グッズとして持っていく持っていかない、えー、持っていけるよってメニューにあるよっていうようなことがちゃんと共有できてないようなところがあるのであればしっかりと横の連携取りまして、えー、活用をしていってほしいなとでまあ数千円のぬいぐるみをね持っていく持ってかないで、えー、そこで、あのー、これ,こ,れ、えー、こんないいとこないっていうチャンスをね PR のチャンスを逃さないようにしてほし,、えー、し,しいなというところなんですけれども、えー、そこでですね、えー、メルボルンに横山首相が訪問した当時どのような手段で何個のぬいぐるみを入手したのか。 まあ要は個数制限があるということでね、僕買,う買いに来た時は3個ずつしか買えなかったんですけれども、どんな形で入手したのか、市長がメルボルンに出張した際の脈々のぬいぐるみでございますけれども、職員が購入した際も個数制限がありまして、それに基づき購入をしております、なお現在につきましては、個ままでで購入すすることができます今、具体的な数は言わなかったですけれども、詳細聞きますとね、当時、1人3個までしか買えなかったと。市ののの職員がその脈々のぬいぐるみをメルボ 市長に持ってっっててもらうううううたたためににどうしたかかといいなんか4つつるそそでですす必要だったそうです、まあ、市長に渡すのとあとそれぞれここに行きましたこの会社に行きましたって訪問先が4つあったらそれぞれ4つのトップに渡すようなミャクミャクのぬいぐるみがいるということで4つ欲しかったけれども1人3個までしか買えないから万博推進局の議展課の職員が2人わざわざミャクミャクオフィシャルグッズショップに行って1人当たり3個ともう1個ということで4個のぬいぐるみを揃えたっていうまあ何ともバカバカしい事実がある とということで,すでね以前はあの生産体制をつかずに、えー、お店ではと一般の方あお一人様3個までという制限がありましたけれども今は20個ということで制限が緩和されたと、まあ、実際あのオフィシャルウェブショップで見ますと20個までカートに入れられるというところですが、あのー、僕フィリピンとベトナム行きましてその持っていったぬいぐるみ3個は杉村団長から渡していただいてで僕がぶら下げていた S サイズのいつものぬいぐるみも最後ベトナムの訪問した会社さんでもこれもどうぞということだ開けちゃったので。 まあそれれでで今日ないんですけれども仕方がないので今日改めてあの大丸梅田で買うてきましたそうしたらですねまあこれはお店の対応だと思いますけれどもお一人当たりお一人様当たり2個ということでまああの万博協会としての限定はないもののお店をそれぞれのお店のねえ対応としてお一人様2個までとかっていうことで制限かけてるところもまだあるということでございますので同じ種類で2個ずつまでですのでえ S サイズ2個と座ったタイプ2個とそれからちっちゃい キーーホルダー2個とさらについでに大きいのも1つこうてきてまあこれでしばらく僕もよそに訪問いく際に不自由しないかなというところであるんですけれどもここでねちょっと確認したいのはまあ僕がよその議員先訪問先に持っていくっていうのはこれ個人的なことですから1人2個まで言われたら2個買いますそれで買い占めるわけでもないしでも何個か欲しかったら少しずつ買い貯めていくしかないわけですけれども先ほどの話を聞きますと大阪市として開催自治体の大阪市として公式に市長が 行くとか議長が行くとか議員団が行くとかあるいは来週ですかね 副市長がフィリピンに、えー、マニラ港に、えー、行かれるというような話もあるそうですけれどもそういった時に手土産として持っていくぬいぐるみもデパートで並ばなあかんと3個持ってきたかったら大丸梅田に2人の職員が行ってお店に並んでるというようなそんなアホらしいことが起こってるのかと思うんですけれどもまあ是非ともですね、えー、その辺りは開催地自治体大阪市としてですね教会としっかり話をして公式な行事に必要な あグッズはですね個数制限に、えー、縛られずちゃんとお入手できる体制をとって。 しっかりと海外に向けてだけでなくて国内の各市町村へ訪問するときにもさらに言えばあのトップ同士やそれに準ずる者のとの会合だけでなくてですねどこどこ局の何々課長がとか実務者レベルでのよその自治体との交流もあろうかと思いますがそういうときにしっかりと向こうの役所で置いてもらえるようなグッズの活用をまた入手の仕方も 考えていっていただけたらと思うところで1、えー、つ目の質問を終わらせていただきますがそこでもう1つだけちょっとあの言っておきたいのが関西空港でですね、脈々のぬいぐるみ買い足せないかなと思ったんです。でえー、スマホでですね、出 出発の時に関西空港ミャクミャクグッズショップとかって調べましたらあの出てくる検索ヒットするのがオンラインショップなんですよもうオンラインショップの検索の度合いが強すぎてオンラインショップが案内されて実店舗がどこにあるかっていうのは全く調べがつかないで結果もないもんと思って行き先行く時には出発の時には買えなかったんですけれども、まあ、帰ってきてからあー万博推進局に行きましたら実は関空でも売ってますとでどこで売ってるのどこで分かったのって聞いたら 関西空港に電話して売ってるお店ありますか言ったらあの電話で聞いて分かりましたということだったんですけれども、まあ、あのもう少しです、ねえー、入手しやすいとともに、えー、一般のお客様検索したときに、えー、こういったグッズを売っているお店についても分かりやすいホームページの案内をオンライングッズショップもどこに実店舗があるかという案内が全くなくうちのホームページで買うてくれというような作りになっていますのでその辺あたり改めて行くよう声掛けをしていただけたらと思うところです。次 以前から万博への弁当持ち込みについては認めるべきですよと言ってきたんですけれども1月12日に博覧会協会から弁当をはじめとした万博会場への食品の持ち込み原則禁止が発表されましたけれども、まあ、その後結局再検討となりましたこの委員会は5時間弱ありましたが質疑を行なかった会派は大阪維新の会と公明党と自民党だけで日本共産党の質疑はありませんでした